ウラドル。伊集院さん、大事な話ってなんすか？緊急招集って言うから来ましたけど。今度は何のサプライズ？どうせろくでもないことでしょう。ちょっとね、今日はみんなに話さなきゃいけないことがあります。社長、どうかなさったんですか？スパイエイムの存続が危ぶまれてますって話。危ぶまれるって？とりあえずまずはこの動画から見てくれる？ねえ、今日何時に帰ってくる？今日は早いぞ。パパお迎え来れる。やった、帰ったら遊ぼう。何して遊ぼうか？ゲーム。いいけど、ゲームは1時間だけな。はい。今のってルイさんだよな。一緒にいるのは子供？見たところそうだね。宇佐美さん、誰ですかこの子？なんでこの映像が？この子は宇佐ちゃんの息子です。息子って？はぁ、マジ？今年一の衝撃。ルイさん、結婚してたのか？宇佐美さん、黙ってないで何とか言ってください。そうだ、宇佐ちゃん、もう無理だよ、白状しな。その、隠してて本当にごめん。映像に映っていたのは俺の息子だ。事情は楓さんだけに話してた。事務所で知ってる人間は他に一人もいない。マジかよ。ただ俺の本当の子ではないんだ。どういうこと？あいつは、葵は姉貴の子なんだ。お姉さん、ご本人は何してるんですか？蒸発した。昔からほんと自由で適当な人間でさ、男関係も派手で、葵の父親もどこの誰なのかわからない。5年前葵を産んでから突然いなくなったんだ。ある日家の前にベビーカーと手紙が置かれててさ、この子をよろしくって。嘘みたいな話だよな。そこから姉とは会えてない。そんな。うち両親が早くに亡くなってるんだ。親戚とも付き合いはねえし、頼れる人間がいなかった。だから俺が育てるしかなくて。じゃあずっと一人で？社長、どうするんですかこの事態。このままだと騒ぎが大きくなる可能性が高いですよね。ええ、このゴミカスのせいで。だから言うなって。だから俺、めっちゃいいこと思いついちゃったんだよね。いいこと？そう、騒ぎが大きくなる前に公式からもっと大きいネタをぶち込めばいいじゃんって思って。大きいネタ？スパイエイムにはじめちゃんとゆいじくんを新メンバーとして加入させます。はい、拍手。新メンバーって僕とゆいじさんが？正気ですか？どっからどう見ても正気だよ。そのルートは想像してなかった。頑張ってよ二人とも。今日から君たちは裏方兼アイドルだ。アイドル？はじにゃんとゆいじさんが俺らの仲間？ここまで来るとは何を言ったらいいのか分かりませんね。楓さん、やっぱぶっ飛んでるわ。いいじゃん、いいじゃん。3人が5人になるわけだろ。増えた分だけパワー強くなるじゃん。あなたはどうしてそう短絡的なんですか？仲間は多いほど楽しいってもんよ。俺もいろんなし迷惑かけた身だしな。
そもそも楓さんの進めることには反対しない方針。皆さんは受け入れるんですか？不本意ですが、そうですね。新メンバー加入は非常に大きなニュースになるはずですし、この状況を打破するにはもってこいのネタではあります。おーおー、いいじゃん。ドカーンと大きく発表してやろうぜ。そうそう、派手に記者会見しちゃおうね。はあ、飛んだ事務所だよね、エボルって。まあそこが面白いんだけど。この俺が社長だからね、ユージ君も十分わかってるでしょ。ええ、楓さんの暴走は誰にも止められないってね。そういうこと。待ってください。その無理です、僕がアイドルなんて許されない。なんで？だって僕はキラキラしたステージなんか立っちゃいけない人間だから。陰でこそこそ本だけ書いていればよくて、誰かに応援されたり愛されたり、そんな存在になっちゃいけない。おいおい、どうした？何もそこまで卑下しなくてもいいのでは。ダメなんです、僕なんかじゃ。アイドルっていうのはもっと自分に自信があって、僕なんかとは正反対の。んな悲しいこと言うなよ。一緒に頑張ろうぜ。俺もついてっからさ。だからお前みたいなやつとは違うんだよ。僕は、はじめちゃん、謎の干渉に浸ってるとこ悪いけどさ、これも全部ビジネスなわけよ。分かってます。君がやりたいとかやりたくないとか、そんなことはどうでもいいの。これはエボルの社員として実行しなきゃいけないミッションなの。でもアイドルなんて仕事僕なんかに似合わないです。似合う似合わないじゃなくて、やるの。ちなみにイエス以外の返答は受け付けてないからね。あんまりですよ。社長は僕の事情知ってますよね。なのにこんな仕打ちですか？仕打ち？君相手にそんなつまんないことしないよ。ならどうして？素質があると思ったから。みんな、今日は来てくれてありがとう。スパイエイムのプリンス担当ことケイです。最後まで楽しんでいってください。スパイエイムのキングランダ、分かってると思うが俺だけ見とけよ。スパイエイムの弟担当ルイです。久々にみんなの顔を見られて嬉しいな。今日は一緒にこの時間を楽しもうね。さあ、そしてすでに知っての通り、スパイエイムには新しい仲間が増えました。5人揃うのは今日が初めて。ユイ様、ハジニャン、自己紹介よろしく。スパイエイムの新メンバー、ユイです。このグループに新しい風を吹かせてみせるよ。ありのままのユイを愛してくれたら嬉しい。よろしく。こちらこそよろしくね。続いてハジニャン。はい、スパイエイムファンのみんな、こんにちは。新メンバーのハジニャンです。みんなを笑顔にさせるために頑張るんで、応援よろしくお願いします。はい、2人ともありがとう。素敵な個性を持った2人が加入したスパイエイム、5人になった俺たちをよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずは5人でトークしながら、新メンバー2人の内面を掘り下げていきたいと思います。掘り下げる？こいつら見りゃわかんだろ。もうランちゃんはまたそういうこと言って。意地悪しないの。そうっすよ、せっかくの初イベントなんだから喋らせてください。はじめはいちいちうるせえ。うるさいって、ひどくないっすか？事実だろ。んなこと言ったらランさんの態度の方がうるさいし。
笑ってんじゃねえぞてめえら。はい、お客さんに怒らない。態度がうるさいって言葉は初めて聞いたけど。ハジニョンってたまに変な言葉使うよね。そうっすか。思ったこと言ってるだけなんだけどな。ユイは好きだよ、ハジニャンの宇宙語録。ん？宇宙語録？不思議な単語とか言い回しとかそういうのが多いからね。勝手に宇宙語録って呼んでるの。宇宙語録、確かにね。理解できないもんな、はじめの言語は。さすがユイ様、ナイス。ちょ待って、それって俺のこと褒めてる？もちろん褒めてるよ。人間として魅力的だなって思ってる。じゃあいいのか。うん、ハジニャンは今後もそのままでいいよ。さあ、聞きましたか皆さん、ユイ様のお墨付きもらいましたからね俺。元気バカってお墨付きか。そういうこと言わない。ランちゃんはほんとハジニャンいじるの好きだよね。加入した直後からこんな感じだもん。僕たちも面白くて笑っちゃうよね。うん、前より楽屋が賑やかになったよね。で、それを穏やかに見つめてるユイ様。そうそう、いつも微笑んでるんだよね。それは愛おしいなって思ってるから。愛おしい？人間は皆この世に生まれついた時から平等に美しく尊い生き物だからね。何をしていても愛おしいよ。なんかありがとうございます。また恥ずかしいこと。ユイは好きなものは好き、嫌いなものは嫌い。それをちゃんと言葉にしようと思ってるだけだよ。ユイ様らしいね。うん、だからランさんやハジニャンはもちろん、ケイ君やルイ君のことも愛してるよ。ああ、もちろん今日この会場にいるみんなのこともすっごく愛してるからね。おい、一人で持ってくな。あ、ごめん、そんなつもりはなかった。まったく、今日でユイ様のファンが何人増えちゃうんだか。うわ、ずるいっす。ルイファンのみんなはずっと僕を好きでいてね。よしよしよし、うまくいってるな。一時はどうなることかと思いましたが、順調です。ハジニャン頑張ってんじゃん。ユイジさんもすげえよ。やってみると案外楽しいものなんだな。緊張してセリフが飛びそうになる。大勢の前に出るってこんな怖いのか。想像していたより過酷。さて、トークはこのくらいにして、今日は皆さんにサプライズプレゼント。なんとこのステージでスパイエイムの新曲を披露しちゃいます。みんな準備はいい？